はい、どうも、シエルプラスセカンドパパです。今回もご視聴ありがとうございます。はい、ということでですね、かなり暖かくなってまいりましたね。もう完全に春で、昼間とかは結構ね、25度とか6度とか、30度近く上がったりする日もあったりして、結構もう暖かいと思うんですけれども、まだね、朝晩ちょっと、冷えるなっていう時とか、風が強いなとか、ちょっとね、肌寒い時とかもあったりで、温度変化が結構激しいんで、服装のね、決め方とかもいろいろ難しい時期でもあるのかなと、思ってるんですけど、この時期ですね、結構僕はシャツを、多用するんですね。シャツが結構便利だなと、思っていて、まあ脱いだり着たりもしやすいですし、結構暖かくても、暑くならないですし、ってことでシャツを結構、着るので、今回は僕がね、よく着てるシャツを今日も着てますけど、何点か、紹介してみようかなという感じでございます。以前紹介したものとかもね、混ざってるんで、そこは、ちょっとご了承いただきたいんですけれども、4点ぐらい、シャツをね、よく着てるシャツを、紹介していこうかなと思います。はい、ということでですね、シャツですね。シャツ結構ね、僕好きで、この時期は特に着るんですけど、まあ秋冬、まあ秋とかだと寝るシャツがね、結構多いんですけど、春の時期に寝るシャツだとちょっとね、違うかなっていう感じもあって、こういうね、綿のシャツですね、コットンのシャツをよく着てます。で、これ今着てるのとかは、リーバイスです。リーバイスの、これ古着で買ったやつなんですけど、リーバイスのシャツで、チェックの色がこう渋めでね、いろいろ合わせやすいかなと思ってね、これ買ったやつなんですけど、リーバイスです。香港のメイドイン香港だったんで、まあ、香港リーバイスなのかな、ちょっとあんま分かってないですけど、こういうストラップがね、これついてたりとか、こう裾がね、こうラウンドになってたりとか、ちょっと変わったディティールのシャツなんですけど、まあ薄手ですごく着やすいので、これ結構よく着てます。一つ目はこれですね。サイズもね、あんまりでかすぎるとちょっとやぼったいんで、まあジャストか一個大きめぐらいで着るのがいいかなと思います。これいいよね、渋くて好きです。次によく着てるのがですね、このシャツ。これはショートとかでもね、着てたことあったと思うんですけど、 LLBeanの、シャツですね。ボタンダウンのシャツになります。で、 LLBeanで、これも古着なんですけど、LLBeanなんで、これアメリカ製なんで、90年代とかのやつなのかな。メイドイン USA ですね。これも 100% コットンでできてるものですね。これも色もね、結構爽やか系で、お気に入りでよく着るんですけど、これは結構ね、サイズちょっとこいつよりは大きめかな。で、着てます。ゆったりめです。まあこういう古着のシャツって、まあこのリーバイスだったり、この LLBeanだったり、まあ結構アメリカブランドのこういう綿のシャツ、カジュアルシャツっていうんですか、まあね、結構古着屋にね、あるんですよ。で、しかも結構安いです。3000とか。安いものだと、ほんと1000何百円とかからあったりするし、ちょっといいやつだとね、3000、4000、5000とかぐらいでまあ売ってるんですけど、結構ね、買いやすいので、古着屋結構ディグってみるといいかなと思いますね。まあまあ、この時期は特にあると思うので、好きなブランドのね、シャツ見つかるかもしれないので、まあ古着なんで出会いなので、ない時はないんですけど、まあ、あったらね、まあ、安いし買っといて損はないかなと、こっち系のシャツはと思います。これも着てみようか。まあ、本当にこっち系のシャツ、使い勝手がいいので、この時期は特に、おすすめですね。僕はもう本当に今よりちょっと寒いと、スウェットですけど、今ぐらいこの20何度いくぐらいになると、もう本当に白 T にこのシャツっていう感じですね。がやっぱ楽だし、まあ格好もつくしっていう感じで、よいしょ、こんな感じですね。さっきのリーバイスよりは少し大きめというか、ゆったりめで着てます。まあこのシャツに関してはこうざっくりな感じで着るのがいいかなと思って、このサイズで着てるんですけど、こんな感じですね。丈ちょっと長いですね。こういう感じです。まあ古着独特のこうやれ感だったりとかっていうのも楽しめるし、まあ新品のね、こうパリッとしたのもいいと思うんですけど、こういうね、古着感ある、まあ味があるというか、
雰囲気も結構好きなので、僕はよく古着でねこういうシャツを探して買ってきてます。カラーもね、色もねすごいいいですよね。これ LLB ですね。はい。あー、首寝違えてるわ。見てて。で、次にねよく着てるのが、次よく着てるのがこれですね。これも買った時に動画で紹介したんですけど、これはねユニクロです。ユニクロ去年か一昨年に出てたやつなんですけど、ユニクロのヒッコリーのワークシャツですねになります。これも、綿100ですね。これ L サイズ、今売ってんのかな、多分売ってないかもしれないですけど、このユニクロのねこのワークシャツのシリーズ、ヒッコリーと普通のデニムとかいろいろあったんですけど、僕はこのヒッコリーストライプをチョイスしたんですけど、これも結構良くて、よく着てます。これもこういうね黒いパンツ、ディッキーズだったりカーハートだったり、黒のワークパンツとかとの相性もいいし、まあ、もちろんデニムでもいいんですけど、まあ、ヒッコリー自体はねやっぱデニムなので、デニムだとちょっとあれかなっていうのがあって、僕はよく、黒系のパンツとこれはね合わせて、着用してます。こういうシャツなんかもいいですね。ワークシャツね、ユニクロとか、GU とかでもこういうシャツって売ってると思うので、まあ、新品がいいよっていう人はねそういうとこで、お買い得に安く買えばいいかなと思います。これ結構形も悪くないし、好きでよく着てます。よいしょ。そしてあとこれですね。これもまあちょいちょい着るんですけど、さっきのやつらよりは出番少なめって感じで、これねギャップのシャツです。これもこの間ショート動画で着たと思うんですけど、これギャップですね。これ S サイズなんですよね確か。ギャップは結構やっぱ作りがでかいかな。ギャップです、まあ、このチェックのねこのネイビーと、ピンクのねこのチェックが可愛くて、これもかなり昔に買ったので、もう今は売ってるか分かんないんですけど、こういうギャップとかもオールドギャップとかね、あの古着でも今、注目されてたりしますけど、ギャップも結構あのいいもの作ってると思うのでおすすめですね。古着でもあるし、まあ、新品で、これは僕は新品で買ったんですけど、新品でもいいですし、古着屋でもたまに売ってるので、古いなんかギャップの方が結構デザイン良かったりもしますね。かっこいいのあったりするんで、さっきの LL ビーンとか、まあ、リーバイス、こういうギャップ、エディバウアーとか、その辺をこう狙って古着屋で探すっていうのもマジでありだと思います。はい、ということでですね、今回は僕がねこの時期よく、多用しているシャツですね、シャツをね何点か4点か紹介してみました。本当に古着屋さん行くと結構、まあ、どこの古着屋でも絶対シャツ売ってるし、値段もねすごく買いやすい値段で、売ってると思うので、まあ、おすすめは古着で、探すっていうのが結構おすすめかなと思います。で、まあ、新品がいいんだったら、まあ、新品ラルフとか、こういうギャップとか、もちろんリーバイスもありますし、新品でも売ってると思うんですけど、まあ、おすすめは古着屋ですね。安く買えるし、やっぱりちょっと古くて味のあるものとかもねあったりするので、一押しは古着屋です。あとは新品は、まあ、好きなブランドの新品の店舗で、見たらいいと思います。この時期本当に、脱いだり着たりも楽ですし、使えますんでおすすめしております。シャツはぜひチェックしてみてください。はい、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。